力になれる能力ってさ、おめでたい。
もしれないけど、見るのはお嬢だから大丈夫だって。だが、猫にいさめられるとはな。そうそう、よし、んじゃ行くか。まあ、フラ、どんなに心配したか。ありがとう。昨日から行方がわからなくなって探していたのよ。馬車にでも引かれているんじゃないかと心配で心配で。本当にありがとう。アルカナファミリアの皆さん、何かお礼をしなくてはね。でもうちは女性用のドレスしかなくて。ああ、これはどう？新作なのよ。きっとあなたに似合うわ。いいじゃん、着てみなよ。ドレスの試着に付き合うくらいの時間はあるぞ。ええ、どうぞ。始まりのカード、イルマット。ああ、第13のカード、ラ・モールテ。ああ、そして俺、第4のカード、リンペラ・トーレ。全員いるな。ああ、懺悔を行う。我々は第21のカード、イルモンダの求めに従い、この一日レガーロのために尽くしてきた。だが我々の中に一人望ましくない選択をした者がいる。その罪深き一人が誰であるのか、我がアルカナファミリアの血の掟に従い、この決議する。ああ、では裁きを受けるべきものをカードで示せ。行くぞ。シリアロン愚者。何？痛い一連、死神。今宵の罪人は君だ、ラン・モールテ。冗談じゃない、これは一体どういうことだ。取り乱すなんてお前らしくないじゃん。ファミリーの掟は絶対だろ。報告書は俺のところにも上がってきている。それを見て俺も判断をした。イルマット、なぜラン・モールテを選んだ？だってさ、せっかくこいつが馬車に引かれそうな子猫を助けたのに、子猫を元の場所に戻す
言うな。お前にも僕にも仕事がある。簡単に買うなどと。確かにランモールテの言い分もわかる。動物を飼うということはその動物の一生を面倒見るということだ。軽々しく決めることではない。だがランモールテは一度馬車に引かれそうになった子猫を助けた。助けたからには最後まで責任を持たなければならない。違うか。それは確かに。それと猫を探している間鬼のような形相だったとの報告も来ている。もう少し動物に対して優しい態度を取った方がいい。それとこれとは話が違うだろ。こいつの怖い顔は生まれつきてる。なんだと。お前にそんなこと言われる筋合いはない。やるか。やめるんだ二人とも。今は懺悔の時間だ。すまない。終わり。それでランモールテ、懺悔をする気になったか。確かに僕も無責任だったかもしれない。懺悔を受け入れる。わかった。では今宵の懺悔はこれだ。なんだこの紙は。これは我が情報部で毎朝朝礼の時に目覚まし代わりに歌わせている歌だ。歌だと。なんだよそれ、全然懺悔じゃないじゃん。確かにリベルトにとっては違うかもしれないな。だが海に生きる者の命の賛歌だ。なかなかためになる歌だぞ。これは僕の。その歌を大きな声を出して歌ってもらう。確かに。ノーバがそいつを歌ってるところなんて想像できない。これを僕が歌わなければならないのか。そのことにあるように命は尊く連鎖するものだ。一度助けた命ならば途中で見捨てることなどあってはならない。ノンバー、うだうだ言ってないで早く歌えよ。歌は聞いたことくらいあるだろう。ああ、だがしかしアルカナファミリアの掟は絶対だ。拒めばどうなるか。わかっている。こうなったらやけだ。前奏は俺に任せておけよ。おお、こっからまともなのになるのか。こっちこっち。訓練をしたいとは、お嬢さんはやる気があっていい。まったく、リベルトにも見習ってほしいくらいだ。訓練場だ。もう誰かいるようだな。
んなパーティーになるのか楽しみだが心配だな。ああ本当にな、リベルタが仕切り役ってのが得意。何言ってんだよ、俺の仕切りなら問題ないって。今まで以上に盛り上げてみせるぜ。まったく、どこから来るんだその自信は。じゃあ俺らそろそろ行くな。しっかりやっておけよ仕切り役。もうやめろよ、髪ぐしゃぐしゃになるだろ。じゃあな。さてと、俺も始めるとすっかな。お嬢と、ダンテ、なんだ慌てて、俺が来るとまずいこと。そんなわけないだろう。それよりさ、ダンテとお前が一緒にいるなんて珍しいんじゃね。パッドってどれ？色ついた。
が必要なんだ。安くするよ。本当だ。じゃあ今日はさ、高級肉を頼む。大奮発だな。まあね。そうなると5万リラだな。違う。だったらこの肉をかけて腕相撲勝負ってのはどうだ。ここにいるうちの店員と参加したい客相手に兄ちゃんが勝負をする。勝てたらこの肉はあんたのもんだ。本当か。ただし勝負は勝ち抜き戦だ。10人勝ち抜くごとにこの肉の塊1個ってことでどうだ。どうする。やるか。もちろん。お嬢ちょっと待っててくれ。俺勝って肉たんまりもらってくるからさ。そぐわない綺麗な姉ちゃんがいる。
ライブしたぜ。